どうもこんにちは、Tです。今回は前回の動画からの続きということで、共通部分と和集合について話をしていこうと思います。集合って何っていう人は前回の動画から確認をした方が分かりやすいと思います。ということで、前置きはこの辺にして、共通部分と和集合それぞれについて見ていこうと思うんですけど、このように集合 A と集合 B があって、一部重なっているような状況を考えます。この時、この重なっている部分のことを共通部分といって、このように書きます。一方で、このように A と B どちらか一方がカバーしているような部分のことを和集合といって、このように書きます。ここでまた日本語の問題が出てくるんですけど、かつという言葉は A であって B でもあるということを意味していて、先ほどの上一つの記号に対応していて、共通部分を表していることになります。よってこの記号の読み方として、日本語では A かつ B と読みます。一方、またはという言葉もあって、 A あるいは B、 そしてちょっと注意が必要なのが、 A と B 両方の場合も OK ですよという意味合いが含まれているんですが、この言葉に対応しているのが下に一つの記号で和集合となります。ということで、当然読み方として A または B というふうに読みます。なんか日本語ややこしいなと思うかもしれませんが、慣れの部分が大きいので、しっかりと言葉に出して、言葉と状況がリンクできるようにしておいてください。じゃあ簡単な例を一緒に見ていきたいんですけど、 A のバーまたは B に斜線をかけという問題なんですが、まずはこのようなベン図をイメージします。で、いきなりこの全体像を把握しようと思っても難しいので、まずは A のバーとはどこかということを考えてみます。このバーというのは補集合を表していて、 A ではない部分ですから、この部分が該当します。 B の部分は今は関係ないので無視するようにしてください。で、次に B という集合を考えてみると、これは B の内側ですから、この部分になります。そしてこの2つの集合をまたはの記号でつないであげたものが求めたい集合になります。で、またはという言葉について振り返ってみると、 A か B ですから、この黄色い斜線部がかかっている部分と青い斜線部がかかっている部分、そのどちらか一方がカバーしていればそれで OK ですよと。そしてこの青と黄色両方かぶっている部分も OK ですから、実際に斜線を書いてみるとこのようになります。大丈夫だったでしょうか。かつになるとまた全然違った部分が回答になるんですが、一個ずつ落ち着いて考えていけばそう難しい話ではないと思います。補集合が入ってきても慌てないようにしてください。そしてこの補集合と共通部分、和集合に関して重要な法則として、ドモルガンの法則というものがあります。これはどういうものかというと、任意の集合 AB について A または B のバーが A のバーかつ B のバーと等しくなる、あるいは A かつ B のバーが A のバーまたは B のバーと等しくなるという法則です。なんかよくわからんということで、この全部にわたる棒を記号の部分で2つに分けてあげて、もともと2つをつなげていた記号を反転させましたよと、そういうふうに丸暗記する人もいて、まあそれでもいいんですが、先ほどもやったように落ち着いて考えてみれば特に難しい話ではないので、一応確認をしておこうと思います。まず1について A または B のバーというのはこの黄色い斜線部になります。これはなんとなく大丈夫だと思います。で、次に A のバーかつ B のバーについて考えるんですけど、補集合が入るとややこしいという人はまず A のバーについてだけ考えてみてください。 A のバーというのは A でない部分ですから、この青い部分が該当します。一方 B のバーというのは B でない部分ですから、この赤い斜線部が該当します。で、この2つのベン図を合体させるとこのような形になるんですが、今回はかつの記号を使っているので、赤い斜線部と青い斜線部が重なっている部分を考えます。パッと見だとよくわかんないかもしれませんが、この A という集合の内側について考えてみると、確かに赤い斜線は入っているんですけど、青い斜線は入っていません。なので、この領域は考えてはいけないことがわかります。同じようにこの部分もダメですし、当然この A かつ B の部分も該当しません。ということは、つまり黄色い部分と同じところを表していることになります。一回自分でやってみれば簡単に理解できると思います。2についても同様で、 A かつ B はこの重なっている部分ですから、そこではない部分、つまりこの黄色い斜線部が該当するんですが、 A のバーと B のバーそれぞれ考えて合体させたもので、今度はまたはですから、赤い斜線あるいは青い斜線どちらか一方がカバーしていればそれで良いので、そのカバー領域は黄色い斜線部、つまり A かつ B のバーと一致していることがわかります。大丈夫でしょうか。ちなみにこの法則は A と B という2つの集合についてだけではなく、 N 個の集合についても同じことが言えます。その場合はベン図を使うのはきついので、機能法を使って証明することになります。興味のある人は試しにやってみてください。で、今回はそこまで込み入って話をするのではなく、最後に一つ例題見ておこうと思うんですけど、その前に一つ考えておきたいこととして、要素の個数の表現方法について見ておこうと思います。例えば1から100までの整数を集めたような集合 A があった時、その要素の個数は100個あることがわかります。で、具体的にどんな数字ですかっていうのも大事なんですけど、その個数がわかれば OK というケースもあって、そういう場合
題にいちいち要素の個数は100個ですって書くのは面倒なので、このような形で書くことがあります。 A というのは集合なんですが、 N 括弧というものの中に入れることでその要素の個数を表しています。たまに勘違いする人がいるんですが、この100というのはこの要素を表しているわけではないので注意をしてください。仮に91から始まっているのであれば、100で終わっていたとしても要素の個数は10になります。で、この要素の個数について、このような集合があった場合、 A または B という集合の要素の数を答えなさいって言われた場合、パッと思いつくのは N カッコ A プラス N カッコ B だと思います。ただこの集合 A というのはこのような形、つまり A であって B でない部分と A と B の共通部分、それを足し合わせたものになっていて、 B という集合も B であって A でない部分と A と B の共通部分を足し合わせたものになっていますから、 A かつ B という部分についてダブルカウントが発生しています。実際に図で見てみると、集合 A と集合 B でこの共通部分については2回カウントしているのがわかると思います。つまり N カッコ A または B というのはこのような式とは一致しません。じゃあどうすれば一致するのかというと、 A かつ B の要素の数を引いてあげればよく、 A の要素の数と B の要素の数を足し合わせた上で、そこから A かつ B という集合の要素の数を引いてあげれば等式が成り立つようになります。これは個数定理ということで絶対に覚えてくださいと言われるんですが、しっかりベン図を書いてどの部分について考えればいいのか、それをしっかり考えた上で計算をするようにしてください。ということで、このことを踏まえて最後に一つ例題を見ておこうと思います。全体集合を1から100までの整数として、集合 A は2の倍数、集合 B を3の倍数とした時、 A かつ B という集合の要素の数はいくつになるでしょうか。まあなんかよくわからんと思うかもしれませんが、とりあえずベン図を書いてみて、かつですからこの部分を考えれば良いことがわかります。で、 A かつ B とはそもそもなんだということを考えてみると、 A であって B でもある、つまり2の倍数であって同時に3の倍数でもある、これは一体何かというと6の倍数になります。つまりこの問題を言い換えると、1から100の間に6の倍数はいくつありますかという問題になります。じゃあ具体的にいくつあるのかということを考えていけばいいわけですが、とりあえず A、 つまり2の倍数がいくつあるのかも考えておくことにします。2の倍数というのは下から数えていくとこのようになっていて、 2×50 がちょうど100になるので、1から100の間に2の倍数は50個あることになって、 N カッコ A は50になります。同じように考えれば B、 つまり3の倍数は 3×33 が99になることから、 N カッコ B は33になります。となれば A かつ B も難しい話ではなく、6の倍数がいくつあるかということを考えればいいので、 6×16 が96になることから、 N カッコ A かつ B は16になります。これはそんなに難しくないと思います。では次に A または B について考えてみたいんですけど、今回考えたいのは少し範囲が広がったこの部分になります。で、 A または B ということで、2の倍数あるいは3の倍数ということで、例えば4であれば2の倍数になるんですが3の倍数にはなりません。あるいは9であれば3の倍数なんですが2の倍数になりませんから、 A かつ B の場合はそういった数字を除外していたのが、今回はそれらを含むことになります。うわ、めんどくせって思うかもしれませんが、答えが出せればそれで良いので、 N かっこ A または B が A と B の要素数を足してあげて A かつ B の要素数を引いてあげたものだと考えれば、それぞれの要素数についてはカッコ1番で求めているので数値を代入すれば簡単に答えを出すことができます。もちろん直接的に数を数えてもいいんですが、100まであると結構しんどいですし、なんなら1000とか1万になってくるとテスト時間がいくらあっても足りなくなってくるので、直接的ではなく上手に足したり引いたりすることによって求めるようにしてください。この考え方があれば2と3、少なくとも一方で割り切れない数はいくらですかという問題にも対応することができます。なんか文章になってまたよく分かんなくなったなって思うかもしれませんが、まず2で割り切れないというのを考えてみると、2の倍数であれば2で割り切れる、逆に言えばこの部分に含まれる数字は2で割り切ることができないということになります。同様に3で割り切れない数字はこの赤い斜線部分に含まれる数字で、少なくとも一方でと言っているわけですから、赤と青どちらか一方の斜線がかかっていればよいので、 A の場または B の場について考えればいいことがわかります。いやいや、それでもだるいよって思うかもしれませんが、 A の場または B の場というのはドモルガンの法則から A かつ B の場について考えることと同じで、さらに補集合というのは全体集
号から引いたものと考えれば良いので、このような形で書けます。そして N かっこ U は当然100ですから、100-16 で84であるということがすぐに分かります。大丈夫でしょうか？論理的に考えるというと難しく感じるかもしれないんですが、実はベン図を書いてしまえば見た目で全部処理することも可能です。こういうことを言うと一般性がないという話にはなってしまうんですが、基本的に大学受験であればベン図を書いて考えるというところから始めるようにしてください。そして慣れてきてから抽象度を上げるということでも十分に間に合うので、面倒でも最初はとにかく手を動かす、焦らず地道に頑張っていきましょう。というところで今日はこの辺で終わろうと思います。もしよくわかんないところがあればコメントをしてください。可能な限り対応しようと思います。それとこの動画のスライドは Discord に置いているので、復習などに活用したい人は概要欄を確認してください。そして最後に、この動画役に立ったという人は高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。お疲れさんでした。